路線バスの新規参入に対して抗議いたします。そんな出来事がありました。どんな事情があるのか、小学生くらいの子でもわかる感じに説明します。今回の現場は、岡山市、まあ、当チャンネル第2弾になりますね。駅前から路面電車が出ていますが、路線バスもたくさんあります。運営主は複数いて、全部で7社くらい駅前に乗り入れているようです。ですが、市内の公共交通機関を脅かす問題の原因にもなっています。複数の会社で限られたパイを奪い合う構図となっているのです。そんな中、今から6年前、とある出来事がありました。メグリンというバスが新しい路線にデビューしたいと国に申請書を出し、無事に OK が出ました。ですが、これに対して両備バス、こう反応しました。おいマジふざけんなよ、俺の路線パクんなよ。おい国交省何 OK 出してんだよ、訴えてやる。両備バス、昔からあるバス会社ですが、新規参入に対してブチ切れました。そして国を相手に認可取り消しを求めて裁判所に提訴しました。なぜそこまで切れたのか、それは路線が被ったためです。両備バス最大次線、山陽新幹線が止まる岡山駅から西大寺エリアまで走ります。路線図はこんな感じです。まあ土地勘がない変なおっさんが作ったので、少々ルートが違うかもしれません。この辺は許してくださいね。一方、今回の新規参入のバス、マスの線としてデビューさせました。こちらがその路線図です。ご覧のように両備バスの最大次線とほぼ被っています。しかも運賃の値段でも差があります。両備バスは400円、対するメグリンは250円となっています。格安バスに取られるとして起こったのです。そして話はエスカレートしていきました。両備バスはさらに対抗措置として、国は俺のこと考えてくれないんだ、じゃあ赤字路線廃止しよう、既存の赤字31路線を廃止すると宣言しました。パクられた最大次線は数少ない黒字路線です。ですが両備バス的には黒字路線で赤字路線の損失分をカバーしている状態です。そんな中、黒字路線でライバルが増えるとどうなるでしょうか。トータルの収入がダウンしますね。ゆえに競合の登場に抗議する形で赤字路線の廃止を決めたのです。一方、両備バスの従業員もブチ切れました。おい我々の給料が減ってしまうだろう、ストライキしてやる。ストライキの実施を決めました。最終的には運賃を取らないという形でバスを走らせて抗議の意思を示しました。ですが、そういった形で世間に対して抗議したのです。こうした廃止やストに対し、周辺の自治体は早速反応しました。特に、廃止は言語道断と言いました。そこで両備バスに対して、いやー、うちらも対策考えますわ。そうだな、バス会社同士で話し合う場を作るから、廃止はちょっと…と述べ、法定協議会を作って、話し合いの場を設けると提案しました。これに対して、両備バス、とりあえずは考えてもらえる道筋ができました。よって、31路線廃止の届け出はなかったことにしました。一方、国を相手に訴えた裁判、普通に負けてしまいました。裁判所は両備バスの訴えについて、法律に既存のバスの利益を守らないといけないとか書いてありません。よって、あなたに訴える資格はありません。と述べ、両備バスの主張は蹴られたのです。こうして、国によるバス新規参入の認可は問題なかったとなった感じです。ゆえに、最大寺方面でのバトルは続くこととなりました。さて、バトルの舞台は協議会へ移ります。岡山市やバス会社が集合して話し合いがスタートします。ですが、ここでも対立が鮮明になりました。それぞれ次のような展開となりました。何いいとこ取りしてんだよ、こっちは赤字路線多くて黒字路線でどうにかカバーしている、はっきり言ってギリギリなんだよ、分かってくれよ。いや、どこで何をするかは俺らの自由だろ。そういう問題ではないだろ。おい、岡山市何黙ってんだよ。うちら厳しいこともっと厳しく教えたって。まあ、気持ちはわかるけど、俺たちが同行指導できる立場じゃないな。そうした流れでバトルが続きました。そんな中、
別の動きがありました。新規参入組のメグリン、JR 岡山駅のバスターミナルへの乗り入れを希望しました。それまでは、一般道路上の追い出し部屋みたいなところがバス停でしたが、いよいよ、駅の目の前までテリトリーを伸ばそうとしていたのです。ただ、こちらの申請は国によって却下されてしまいました。バスターミナルの持ち主である JR 西日本の OK がないからとのことでした。JR 西日本、メグリンの参入を認めなかったのです。すでに、ターミナルの容量がいっぱいだからとのことでした。ですが、こうも述べていました。みんなで話し合って決めて。既存のバス会社同士で調整してほしいとも言っていたのです。ですが、他のバス会社たちは、ダメ、はっきり言って邪魔。といった感じで問答無用で却下しました。結局、JR 西日本は OK しませんでした。メグリン側は2回申請を出しましたが、そうした結果、いずれもノーとなったのです。さて、時代は、例のウイルスの時期になります。すると、バス会社は、どこも減収となり、みんな、バスの本数を減らしたい気持ちへと変わっていきました。そんな中、岡山市は再編案を出します。会社同士での潰し合いを減らすため、競合を減らす内容にしました。その中で、岡山市はこう提案しました。メグリン・マスノ線廃止でおくね。その代わり、駅前乗り入れ OK にしよう。曜日バスとバトルするマスノ線を廃止すると提案しました。ですが、これでは新規参入を排除するみたいな感じになってしまいます。そこで代わりに、市内循環バスの路線を駅前のバスターミナルまで乗り入れを認める形にするとしました。こうした結果、メグリン側は、岡山市による再編案に賛成しました。まあ、新規参入したマスノ線、思ったほど利益にならなかったとの噂もありますが、とにかく、廃止は問題ないとしました。一方、既存のバス会社たち、駅前乗り入れには反対しました。ですが、バスターミナルの持ち主である JR 西日本、メグリンの乗り入れを OK しました。よって、国に3回目の申請書をメグリンは出し、無事に認可されました。バス会社同士での調整を条件にしていた JR、考えを変えたそうです。3回目の申請の際、既存のバス会社の合意がなくても良いとしました。これには岡山市が関係していると言われています。岡山市、おそらくこうお声かけしていました。再編案、なんとか通したいから、めぐりに OK 出してあげて。バス会社全員に再編案に協力してほしいとのことで、JR に乗り入れを許可してほしいと言っていた模様です。こうして、2023年4月より、メグリンの岡山駅乗り入れがスタートしました。なお、岡山市内のバスに関する法定協議会、2021年にストップしていました。ですが、例のウイルスが収まった今、再開されました。最近は、こんなポリシーで進められているようです。バトルすると消耗するだけだから、共同運行したいなぁ。共同運行すれば、本数によるバトルが消滅します。一種の枠ができるため、バス会社的には都合がいいのです。そんな流れで、協議会では共同運行が模索されているようです。各社間で競合する、そんなスタイルはやめるポリシーというわけです。バス会社が乱立する岡山市の事情、皆さんは何かコメントありますか？ウプ主のおっさん、こう言い残しました。競合するのは NG。これが本当の認可取り消しっていうやつですね。